A drop from the ocean, the light of a single star。 こんにちは。今日は平日なんですけど、夜お友達と渋谷で夜ご飯を食べに行ってきます。最近流行ってるネオ居酒屋っていうのかな、ずっと気になってて、渋谷のひまわりっていうネオ居酒屋に行くので、すごいね、楽しみです。果物がいっぱい入ったサワーとか、ご飯も結構インスタ映えな感じなので、ずっと気になっててすごい楽しみです。今日のポイントは特にないんですけれども、友達にちゃんと巻いた方がいいよというふうにアドバイスをもらったので、今日はね、巻いてみました。特にね、ここの顔周りの毛をしっかり外巻きにしてちゃんとやりなって言われたんですけど、どうでしょうか。うまくできているかはわからないんですけど、とりあえず巻いてみた感じです。今日のコーディネートを簡単に紹介します。最近カラーアイテムを取り入れたコーディネートが多くて、今日も紫、アングリッドの購入品動画で紹介しているものです。で、春はパステルカラーがすごい可愛いなと思って、この紫もね、パステル系のカラーになっております。でネックレスがナンバーリングっていうところのやつですね。カメラを新しくしたばっかりで、あんまりうまくね、撮り方がまだつかめていないんですけど、ボトムは6のものになります。もうね、6のスラックスは3本、4本くらい持ってるんですけど、めちゃめちゃね、シルエットも綺麗だし、履き心地も最高なので、すごいおすすめです。イヤリングは、うつないね、ソフィーブハイというところのものです。あとはいつも通りアクセサリーなどをつけて行ってきます。渋谷に到着しました。相変わらず平日でもうるさい本当にね、渋谷のうるささが苦手なんです。待ち合わせの1時間前くらいに着いたので、ロフトでも見に行こうかな。大学の頃はよく渋谷来てたんですけど、5年前とかになるので、もうね、ちょっとついていけないかな。それでは行ってきます。シャンプーを見ております。なんかこのフルスオーってやつがツイッターでめっちゃバズってて、フロー1000倍のシャンプーリンスと同じくらいめっちゃいいらしい。これを買いたいのだが、今日は荷物が重くなるから迷う。トワイスのモモ様がいらっしゃいました。かわいい。毎日このシューズングマスクを使っております。これなんかもう鎮静効果もあって、匂いも香りもすごい大好きなんですよね。このスパルチクリームを使ってます。めちゃくちゃおすすめ。今日はこれを買おうかなと思います。フルスオーのシャンプーリンス、アマゾンとかで買ってピンポン出るの私結構苦手というか、あんま好きじゃなくって、しかも段ボールでゴミも増えるし、お店で見つけたので今日これ買っていきます。これで髪質が良くなると嬉しいな。でもさ、ちゃんとさ見てたんだよね。え、何、知らなかった。 YouTube？ え、なんかそう、なんかうちらの動画じゃなくて、え、違うやつ、違うやつ優しいやん、ファンじゃんって言って私もちゃんと見てるから、その話を一緒にして、ありがたいよって私あれだよ、ジャニーズしか見ないからさ、比べるものなくてさでもね、まだね、撮り方あんま慣れてないんだよね。腕疲れそうだね。疲れる。それ専用のあれなの。そう、一応スマホよりさ、結構近いの、距離が。ああ、そうだね。これはピンって伸びないんだ。伸びないんだよ。でもね、めっちゃ綺麗なんだよ、画質。あ、でもすごいね。でしょ、ソニー、ソニー、なんか Vlog 用のカメラらしくて、すごい。そう、今そんなのも出てんの、すごいよね。儲かるね。そうなのよ。あれ誰ね、分かんなかった。なんか見ることある気がするけど、韓国知らないよ、韓国全然分かんない。セセラフィムみたいのいない。ルセラフィム、あ、じゃあ面白い。じゃあそう、ほぼ合ってるそれ、タクちゃんがなんかそれ言ってて、うん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 、ちょっと髪の長いギャルっぽい子がいいなって言って終わった何？なんか最近ネオ居酒屋っていうのが流行ってて。何？ネオって何？何なの？教えて、教えて何？なんかちょっとエモいみたいな。出た。でもグラスがエモかったよ。そう、エモ映えみたいな。エモ映え。
いいね。なんかもうちょいネオに近い居酒屋、うんうんうん、今日のやつも結構そっち系だよね。ネオ、ネオ系楽しみにしております。イエーイ、行ってきます。This ain't time for the two of us. Oh, I ain't got space to be thinking about you. エモエモエモ。これがさ、マンダルだよ。ラブリーゴーリー。ラブリーゴーリーだ。年齢確認されたよ。でも全員にしてるやつだから今年齢層上げてますね。そうですね。しかもさ、お店の人もさ、すごい若いよ。多分20歳ぐらいじゃないの。ここで働いてるのがステータス。なるほどね。普段はアーティストしててみたいな。あ、そう一応夜だけここ、夜だけここ。まいちゃんが全然食べなかった。もう本当にその冷凍みかんサワーがね、めっちゃ美味しかったです。さっぱりしてていい。レモンは甘い。でも水飲みたくはない。甘いんだよ絶対。結婚式の話とか相談に乗ってもらっておりまして、あと普段の話とか面白くな。何世間話。世間話。トークテーマ。トークテーマは最近旅行行ってないの。行ってない。行く予定もなし。あ、でも11月に京都行ったかな。旅行とか行く。ジェイが忙しくて連休取れなくて。でも、ジェイと2人は、うん、一昨年の10月以来行ってない。マジね。去年も旅行ってリホたちと行ったのが、ジェイとの最初で最後の旅行。うん、やりきっていいね。好きなんだよ、自分と違うことやってる人に惹かれる性格。例えば、何的ダンスができる。あ、自分ができないことができる人。歌が上手い。そうあとゲーム。ゲームね。最近ホールガイズやってる。楽しかったな。楽しかったよ。すごい楽しかった。今ゲームやってる場合じゃないよ。いろいろやんなきゃいけないことあんだから。やんなさいよ。どれが一番おいしい？私は意外とポテトサラダ。あ、おいしいね。おいしい。100ワン入ってた。うん。あ、すごいおいしそう。あ、てかそれやってもいいよ、これで。おいしそう。あんまりそうには見えないけどね。え、そう、こっちか。実際結構有村架純になった。なんかあの系統というか有村架純が好きやもん。全然私この方が好き。やめてくれないと使えないから。あ、ごめん。全然その方がやめてくれないから。分かるんだけど、すごい可愛いんだけど演技が好きなんだよ。ああ、何が好き。途中学生日記は懐かしい。ひじりちゃんだ。ひじりちゃん見てたよ。あと前科者見て。え、当たり前じゃん。誰が出てると思う。そうだ、ね、いい加減にして発表すよ。あの人、人を殺したりさ、マフィアだったり、そういう役しかないのよ。ねえ、私ほら、くだらない恋愛ものしか見ないから。あ、そっか。安藤サクラみたいな顔も好き。あ、そう。ゆったかゆり子みたいな顔も好き。え、ぐいぐいさっぱりしてる顔好きなんだね。結構好き。ねえ、吉田ゆり子同い年だけど。マジで。どっちそれ。いや、なんか意外。何それ、やんぞ。でもゆり子さんの方が上に見えるかも。若いとかって感じなくない？チップ製だった。チップ製。いや、私結構いるのよ、ガッキーも同い年。え？そうだよ、どっち？
A クラなら問題です。どっち？意外といいんだよ。確かに。いるいる。A クラなら大好き。男も多いよ。A クラなら大好き。A クラなら？ラッキーとかいる全然好き。男も結構多いのよ。三浦翔平、佐藤健、千葉雄大。結構花の世代じゃん。そうだよ。あと誰？同い年の人。私？北村匠海とかそんぐらいじゃないの？全然5個ぐらい下だよ。そうなの？なんかそんなちっちゃいの？ちっちゃいよ。あ、そう。私誰だろう？あんまその観点なかった。同い年恋愛対象外だから佐藤健ダメなんだよね。広瀬すずとか若い。全然下。あ、そうですか。3、4個下。あ、そう。こんなに赤ちゃんなんだね。ストーンズ田中樹。やだ、いいな。同級生なの？そう。菊池風磨。ああ、風磨もか。風磨も一緒なんだ、私。上かと思ってる。スタバでーす。もうね、動画閉めないとカメラの充電がなくなる。これでしょ。写真バッキ中。はい。ぼちぼち。ぼちぼちして動画は閉めようと思います。やっぱ近いな、これカメラ。ちょっと。甘くなくなった。甘いけど、まあまあなんとかいける。ホワイトモカとまいちゃんはなんだっけ、ほうじ茶ティーラテのホールミルク。ホールミルク、ライトホット。ライトホット、なんかぬるま湯にできるらしいですよ。まあ、キッズがいいんだけどね。キッズってちょっと笑われんのよ、店員さんに。ちょっと薄ら笑いするやつがいいんだよ。いや、でも大人なのにキッズ頼むんだみたいな、キッズの温度で行くんだみたいな。なるほど。あとはこういうなんか茶葉抽出する系はキッズだとなんか薄いらしい。できない。うん、言ってた。なるほどね。今度それ飲んでみよう。キッズ。キッズはしない。おじいちゃん。あ、おじいちゃん。ね、なんで紐ないの？紐なしのやつなの。すごい。初めて見た。本当な。かわいい。楽でいい。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。